はい、どうもピロちゃんと申します。飛球場シーズン95最終日の1戦目やっていきます。この方は僕の拠点にシーズン中盤あたりにいらっしゃって1打撃破で突破されていった方になりますね。で、幸いバリア中やったんですけども、いや攻め方がかなりうまかった印象がありますね。あの闇落ちゼリカ使ってた方かな。あれはしてやられました。ではいきますか。砦がレベル5、開封とはレベル2、強固はレベル1、サクセンスはレベル6、トリカゴはレベル1、シグノフィンはレベル5と。このトリカゴ壊れますね、助かります。はい、でまずは無凸のピアニ、スキルがスカスカですね。いやこのパターンマジで多いっすね。なんなんだろう、なんか推奨してんのこれ。A スキルと扇なしで救援は絶対入れるっていうこの謎のパターン、何なんだろう。すげえよく見るんですけど。で配布のやつですね。で空線も持ってますと。棒、魔棒のコブは自前のやつですね。で次に7凸の電子枠は結構いったな。7凸で A スキルはヒットポイント上げのやつか、まあ、これでもまあいやどうなんだろう。結局ヒットポイント上げたところでやっぱり速さも42ぐらいしかないし、結局殴られたら攻撃力61あればもうワンパンですしね。なので獅子粉塵とかの方がやっぱり無難そうな感じがしますね。で救援持って、またコブのよう速さのコブ数からですね。で声援で極技飛行、武器なしか。で次に5凸のオフェリア、これもいったね。獅子粉塵か。で螺旋と、興味なんかオフェリアに螺旋どうなんだろうと思ってきましたね。まあ攻めとかでどうなんだろう、対 NPC ならねこのマップスキルバンバン使えるんでいいんでしょうけど、まあそっか、普通に受けに来る、興味オフェリア受ける人なんていないでしょ。危ねえもんこの人。普通に。で次に1凸のナンナ、ナンナ普通に強いんですよね。これが10凸ぐらいになればもう攻撃50の速さ40近くいくし、でシミワボも20中盤と魔法後半か。強いな、こんなバランス取れてるんだ。一応ピアニーの祝福入ってないな。天神会、何のありだな、コツコツ作ろうかな。で次にまた天だ。なんかまばら、なんか防衛進化いないから自由に編成したのかな。天というか闇の防衛か、まあ、防衛進化いなかったら自由にしていいですもんね。で次に無凸のリシテア、今最近あのグレモリーのリシテア来ましたけど、これもこれで危険っすよね。あれ螺旋持ってましたっけ。あれ鬼神のようやったっけ。あれこんなでしたっけ。あれ始まりのことも取った、あれ結構いじってある、これもしかして。なるほど、了解です。で最後に無凸のアルムセリカ、僕が一番嫌いなキャラクターですね。逆を言えば一番欲しいキャラクターになるんですけど、ほんとわけわからん硬さがあるしな、未だに理解しないですしね。この武器。はい、というわけでいきましょうか。今回ロキさん登場ですね。最終日にしてようやく使ったような感じですね。で並びはこうかな。ちょっとエアコンがあのなんか動き出したんで止めてきます。はい、大変失礼しました。そう、今自宅で撮ってるんですけど、あのいつも自宅で撮るときクーラーガンガンにつけて、で収録する瞬間にクーラー消すんですけど、なんか最近のエアコンのあれのせいなのか、あの勝手にクリーニングが始まっちゃうんですよね。それがそう今収録中に発生しちゃって、結構気に食わない機能なんですよね。結構そうクーラーのスーッと音が結構入っちゃうのでマイクに、なかなか嫌です。まあ気にしない方が、そう視聴者様のあれなんですけどね、なんかそう作ってる側としてそういうノイズはあの極力入れたくないっていうのがありますね。
よし、じゃあ行きましょう。もうレストじゃなくてロキさんでこのナンナを止めます。で、ここ壊しのここまで行きたいですね。で、ここで、ぶちかましも入れちゃいます。ここまで、1段目、考えときました。壊してもいいのかな。もうこっちから壊す必要ないもんね。エナジー取れてしまえばそれでいいし、で、レストも特に動かないし、作戦、めちゃめちゃ動く。あー、ピアニーに、あれしたのか。なるほど。てか、作戦室入っちゃうのか。これ、うかつやったな。そう、ちょうど65で入っちゃうんすよね。じゃあ、こうしよっか。で、どうしましょうか。打ちかませばいくし、隣接しても大丈夫っすよね。死は優しい。こうかな。これでお仕事できるはず。回復の音はレベルが低くてよかったですね、とりあえず。動くね、これ。で、雷とのダメージが入る。さすがに1なら倒せるでしょ。打ちかましない。わかりました。打ちかまして。行くよ。6しか食らわんの？本当に？なんなんこいつ。一応59ありますからね、攻撃力。どういう計算なん？まあ、強化族とか。でもせいぜい3でしょ、そう。ピアニーのバフの。それでこれ？本当意味やから、嫌い。よし、じゃあこれを倒して、はい。で、ナンナは回復に追われるだろうし、で、ここよ。で、リシテアどうだろう、真っ先にかかってくるのかな。まず回復から来るよね。リシテア全開したらまずいか、どうだろう。回復してピアニーが再行動かけて、そのタイミング、次にリシティアが襲いかかってくるかな。シムノフに壊しておこうか。で、これで OK かな。お願いします。またクリーニング始まったな。くそ。で、ピアニーかけて、あ、そこ、え、どうなっとるこれ。で、最後にリシティア来る。痛い！全開したか。いや、完全にクーラーが突き出しましたね。もう、もういいや。諦めます、もう。なんなん、この技能、もう。今、停止ボタン押すとピーって入っちゃうしな。もう押しちゃうか。バレとるし。マジ、頼むわ。停止押しても勝手に動き出すもんな。もう、根っこから切っとけって話か。ほんと実況泣かせですね。とりあえずもう何な倒してしまえば勝ちでしょう。倒せるか。あ、なんかすごいデバフ入っとる。これは、あ、ロキの反転か。強化、強化じゃない、強行。じゃあ、こうして、ピアに効かせつつ、倒せる。で、ピアニックか。あ、そっか、パニックか。これ大丈夫か。これじゃまだ。あ、これもクルーセン倒せっか。あ、届かねえ。届かねえ。くそ。だからピアニーぐらいなら大丈夫っしょ。甘いかな。そんな強ないよね、まだ。A スキルにゴリゴリのもんとか入ってたら。よし、とりあえず、これでなんとかいけそうな気がする。何もなければ終わるはず。どっち殴っても。スリスネスも、よし。よし、なんとかなりました。てか、またクーラー動き出しとる。くっそ。よし、あとはもうマイナス40つけていった方にリベンジするだけです。で、あとクーラーもガンガンにつけときます、今から。はい、続きまして最終日の2戦目やっていきます。この方はですね、僕の拠点にマイナス40。出ていった方にリベンジぶちかましております。
で、その時確か海賊ティバーンとか、あと十突のロビンとかクリフですね、あれを連れてきた方ですね。で、また癖のありそうな拠点なんですけど、いきますか。まずは、トリアレベル5、強行もレベル5、これ壊しやすいですね。で、対飛行がレベル3、黒の船はレベル1、回復の塔はレベル5、作戦室はレベル6と。まずは10突のフィン、フィンガチ勢、疾風陣雷、視線入れるのか。で、救援、で、断りまたユン抜いてんのになんでこんなことに、なんだろう、なんか変わった感じですね、今回のリベンジ2点、うん、防衛深海ちゃんといてんのに、どういうこと。で、次に、無凸の電子ワークはまた水のシーズンじゃないのになんか使っちゃいますね、うん、みんな我慢してんのに。で、次に、無凸のユンヌ、ほぼ自前スキルですね、全員で魔法の城塞。で、次に一凸の伝承ヘクトル、日のシーズンなんでこれは対応してますね、うん。で、円、あ、これ持ってるやつか、あれ攻撃体力って持ってたっけ、あれこれって迎撃じゃなかったっけ、どうでしたっけ、あれバレ、んこれって自前、あれ円盤じゃない、なんか変わったやつのついてませんでしたっけ、あれって伝承ヘクトルじゃない、マルテの方か、これはこれでいいのか、ヘクトル使い。で、次にジェットスのベルクト、これも勇者しよう、これはまあ速さが遅いから、まあ、これはこれで良さそうですね。で、獅子粉陣持って剣殺し、最近強い剣士いっぱい来ますもんね。で、最後に無凸のマリータ、これ古軍じゃないといけないやつでしょ確か。そう、僕もそう防衛に置いたことあるんですけど、結構癖あるんですよね、だから置くとしたらこういうこの辺に孤立させないといけないし、完全に古軍から奮起も発動しないでしょ、とにかくただ置いてあるという感じですね。ということで行きましょう、最高度入りパーティーですね。自分が一番攻略しやすい形と言ってもいいかもしれないですね、ここまで生きっといて、あの負けたら恥ずかしいんですけど、とりあえず透析機がお仕事してくれましたね。いい曲ですね。で、ここ壊して、どうしましょうか、ここも壊しちゃう。で、もう回復の塔次のターンいただきに行きます。もうここの位置なら壊せちゃいます、いつものあれですね。でも回復の搭載取ってしまえば、もうなんてことないのかなと思います。で、いつもの壊して最高度を引き戻すと、で、スリーズ姉さんは右のエナジーと見に行こうか。もう配置は完了してるんですけど、もう取ってきてもらうエナジー。どうしましょうか。先に封印壊すか。もう一発握手会で決めたろうかなと思います。で、神谷君はダメージが入る。さあ、黒峰さん、いってらっしゃい。こうかな。どっちでもいい。どっちでもいい。もう待ち伏せ対策一切できてないので、フィンにさえダメージ与えれれば勝ちです。あ、ユンヌが正解やったかな。ユンヌ正解やった気がする。ヘクトルにもあの死の時ありますしね。っていうことでこれで、でピアにも聞かせよっか。こうよ。これでいったでしょ。アクアが来て、これはもう勝ちモードかな。いや、まだフィンの道がない。次フィンか。いや、来ない。来ないんならもう勝ちましたね。倒せた場合フィンが襲いかかってくるので真っ先に。さあ、お疲れ様でした。綺麗に決まりましたね。ちょっとなんだろう、攻めかなりうまかったので、リベンジ今日っていうか今回の動画のお二方どちらも攻めがすごくうまかったので、防衛とんでもねえの来るのかと思いきや、なんか決してバカにするあれなんじゃないですけど、
攻め特化の方だったようですね。うん、ということで攻めは完全にパーフェクトでいけましたね。はしごも1個も使っておりません。はい、続きまして最終日の防衛結果やっていきます。また出勤前に撮っております。シーズン終了まであと8分。うん、だいぶ早い段階で来ていただけて、バリアも張ってと、これを見届けてから先の2戦リベンジやったんですけど、それ以降一人もいらっしゃいませんでしたね。うん、いやー、最後の最後すごい4連防衛成功かな。うん、最後はもうあれでしたね、もうこの編成のために作った防衛と言っていいレベルの編成で来ていただけました。行きましょう。なんか変な日本語やったなこの編成じゃ多分厳しいんじゃないのかな。まあ攻め方もありがたかったですね。まずは端から10凸の斧アイク、しかも減塩付き。うーん、もう完璧ですね、スキル合成が奥義夕日とかなんだ。うん、天空じゃないですね、珍しい。で次7凸のスリーズネ様、いやここまで来るとすごい強いな、守備力こんないく。で攻撃の支援からの速さ守備なんだ、あだから強く見える。53もいく速さで。次に2凸のエイル、緑雲、竜特攻武器ですよね。はあ、確かに光シーズンってね、天理はナーガの竜特攻あるから竜は割と簡単にやれるけど、確かに光闇シーズンだと、ああ、こういうのもありなのか。もともとリフィルでしたっけ、あれはあれで強いんですけど、ああ、これもありかもね。ね。秘伝書生成で作れますしね。はあ、なるほどな。これやってみたいかも。で、攻撃発動、コンシェル。こういう高級なのも入れちゃう。ただ僕の場合視線入れて封印邪魔役やってるので、これはちょっとあれかな。で船員でソラ戦で、次に一凸のピアニー、獅子粉塵からの変態と極技っすね。うん、魔法の4は採用してるんだ。深海3体編成か、あだからこんな強く見えるのか。こいつらを倒しましたからね。深海3体でも何のそのですよ。で、次に2凸のミラ。もう安定の右に置いてきますね。うん。49テージじゃこのオリビエにかからないですね。2ターン目から、うん、一番、アイクもミラも、うん、ちょうど同じ防御力か。なので、この守備力なら、うん、2ターン目からかからなくなります。では、行きましょう。で雷の塔も積んできてないので、結構早い段階で攻めてきてた感じがしますね。で1ターン目にやっぱりかかっちゃうので、もうこれでかかった気になるんです。なんかもうミラホイホイと言ってもいい感じですね。うん、この同じ攻め方今シーズン3人ぐらい見てますもんね。かかってるつもりでもう右から離れないミラが、もうめちゃめちゃ元気ですからね、このオリビア。これ右下の縦にバッテンマークがついてないので、うん。このまま、うん。オリビエが再行動しに行くんですけど。で、またやっぱり、そう、歩行訓練場見えてないですもんね。強行はかわしてますけど、これのおかげで、リリーナが普通に10と在庫を倒します。87。強制効果。これに最高度をかけて、ユンヌも駆けつけちゃう。うん。で、エイルもワンパンするんだ。え、デバフ入っとった？へぇー。え、こんな強くなる？もう強さを理解しないですからね、自分自体が。あれか、葉っぱの、この暗記効果で強くなったんかな。うん。ここで確かリタイア。していきました。尻上がりに来ましたね。自分もそう、中盤、うん、
6日目の動画でも言ったのかな、ほんと信じきれてなくて、やっぱ強いんですねこの拠点、これベースで突き詰めていった方がいいんですかね。はい、というわけで最終日の締めに入っていきます。ふう、いやー今シーズンもやったらふわふわね。リテイク最高が何戦かあったんですけど、なんとかうまくいきましたね。もうこの時点でバリアも張れてるので、このスコアでフィニッシュとなりそうです。412か、いやこれでもきついんだろうな、際どそうだな、これでも乗るかそるか、とりあえずマイナス40だけですね。いやー明日の朝が楽しみです。というわけで今シーズンのボヤ結果になります。初日から4体撃破で突破されたんですけども、一応、4体撃破ってことで、レート0で守れてから、始まった週で、2日目に1体撃破で突破されたやつですね。これが最終日の1戦目に戦った方です。で、その次にとうとうパーフェクト突破されちゃいます。いやー、この2人かなり攻め、本当に、うまかったですね。構成というか、そう、キャラのチョイスもなんか独特なものがあって、うわ、これかなりの手だれだなと思ったんですけど、防衛がまだ、ね、まあ、拠点レベルもそこそこだったし、やっぱこれから力をつけてくる方々なのかな。脅威ですね、普通に。で、ここからですね、末期機ゾーンに突入します。1、2、3、4。4連防衛成功と。いやー、やっぱ視聴者の方々がそう、この拠点強いですよって言ってくれてるので、過去、で、ある程度仕上がった時から、ちゃんと強いんすね。作った本人がこういう、ね、未だになんでこんな強いんだろうっていう、すごいっすね。最終日の防衛結果、ね、エイルとかも普通にワンパンしてたし、まあ、10突オノアイク、ね、あれを普通に倒しますからね、とりあえず。これを突き詰めてった方がいいのかな。ウルスラーさんとか全然突れれますしね。もうまだ強くするとしたら。ケンちゃんはもうあれはあれで完成されてんのかな。あれを突ったところで、結局剣の、毒の剣の効果を、とりあえず巻く係なので、まだできるとしたら、そう。受けてもらった時に疾風陣雷とか発動して、さらにもうわちゃわちゃにしていくっていう、やらしい作りもありかな。でもそこまで速さ高くないしな。ボーナス効果が、やっぱり大英雄なんで、ボーナスキャラとして選ばれた時にかなり強くなるので、でもボーナスキャラに選ばれるってことは全ステプライオンされるってことだから、やっぱり10突すいません。目指せってことなんかな。やっぱり無突と10突じゃまた世界変わりますもんね、やっぱり。使い方も変わるし。やっぱ深いですね、防衛は。はい、続きましてフレンドランキングやっていきます。いやー、ローさん、ついに来ましたね。初めての世界一じゃないですか。これはおめでたい。まあ、いつもいてるアキさんがいなくなっちゃったのは寂しいんですけど。てか、テレサさんも来てますね。マイナス10。マイナス10ってなんだ？え、防衛でパーフェクトマイクラウドマイナス20だし、え、一突足りてなかったらマイナス16だし、マイナス10ってどういう状態？また教えていただけたらありがたいですね。あ、てかしっかり伝承カムイ。10突、あ、もう鼓動とか入っちゃうな。もう、てかもうこれ入れるだけで完成なんだ、これって。で、飛燕の一撃。古軍とかじゃなくて一撃なんだ。まあ速さ、ちょっと心もとないか。
敵のヒットポイント、うん、あ、攻撃されてもいいのか。まあ、受けなら前世でプラコやけど、攻めるに関したらちょっと心もとないか。戦闘中盤になってくるとヒットポイント100じゃなくなってますしね。なるほど、勉強になります。で、ジンさんがいて、ジンさんもえ、こんな言ってましたっけもう世界一勢じゃないですか。で、そう、あ、そう、忘れてたんですよ。上位検索で、いつもというかスクショ撮りに行ってたんですけど、今回盛大に忘れてましたね。いやー、こんな記念すべき時に、次回はしっかり撮りに行きます。で、ロイドさんがいて、また珍しいの使ってんな。速さ上げフォレオの、はぁ、こんな強なる。速さ38とあれやけど、ヤシの木と渾身で12-50あんのこれ嘘速さ50あって攻撃力も12上がるから64。へえ、こいつ熱えな。守備はちょっと低めやけど、まあこのぐらい目つぶっても良さそうだし、このヤシの木の効果でね、攻撃下がるから一応守備が5上がるって見てもいいし、これ強いな。フォレオまだ1体しか持ってない気がする。これは、うん、作りたい。で、サイドマスターさんがいて、ミスオさんで、トクロさんと、今回そう、いつもYouTube でコメントいただけてる方々がいっぱいいらっしゃるんですけど、そう、YouTube ネームとこのゲーム内のアカウントネームがごっちゃになっちゃうので、いつも。もうそのまんま読み上げようかなと思います、今度から。うん。で、トクロさんがいて、紋章いいよねさんがいて、で、うん。この辺、日本の方ですけど、知り合いではないんですよね。で、来ました。なんて言おうかな。ナメプ。ナメプ&ナメプ配信者の、ピロチュが出てきました。いやー、にしても、ほんと、見事に守ってもらいましたね。防衛。しっかり、うん、マイナス40だけとなっております。はい。で、平田さんがいて、お、師匠来てますね。ペドロ師匠も結構深海の凸進んできたのかな。600台出すって結構珍しいかも。パーフェクトでもなさそうかな。防衛深海凸ってるからちょっと数字ずれちゃうか。にしても、さすが師匠です。で、ジョッカーさんがいて、YBS さん。あれ、黒ラベルさん、なんか久しぶりに見た気がする。気のせいかな。かなり強い防衛敷く方なんですけど、また今度勉強しに行こうかな。で、ケイチ君が行って、で、続きますね。で、焼き土下座さん。この方知り合いでも何でもないんですけど、気になりますね。で、ボーニンゲンさんがいて、クレさんがいて、リュウさん。これでも3500台ですしね。で、シブチンさんがいて、ハルマニアさん。倉庫におった。あ、ヘクトルのこと？これなかなか猛威を振るいそうですよね。ちょっとやりすぎでは。重装特攻無効ってのがもうね、まず、これつける必要あったってぐらいの。これなくても十分もう下の文言だけでも強いですしね。なんか敵のヒットポイント 100% 系がほんと増えてきましたね。で、追撃負荷とかも。どうなっていくんだろう。で、続きます。で、カズさんがいて、パセリさんがいて、で、浦和丸さん、休眠中。休眠中でもこのスコア。やっぱ結構疲れてる方がいそうですね、飛空場。いや、いい加減マジで本当にね、飛空場の休日ってことで、一シーズン丸々休みとかくれても、案外嬉しいんですけどね。自分のそう、動画ネタがなくなっちゃうんですけど、たまにも休み欲しいですね。月1ぐらいでくれたら嬉しいかも。で、デンデさんが来ました。13,400 台か。結構ボコられたっぽいですね。で、ゴーマさんがいて、お、雪の娯楽先生、来てますね。で、枕さんがいて、で、もう50位まで来ちゃいましたね。で、次のページ行きます。いやー、さすが光闇シーズンですね。かなりの人数。で、ずっ
Kさん来ました。僕の一番弟子ですね。いやー、力をつけてきております。嬉しいですね。うん、でそう、しっかり僕のいじり方と、でそう、最近てか今日気づいたんですけど、鼻の上限増えたのでまだ強くできるんですよね。なのでそう、とにかく攻撃力、待ち伏せの一撃強くするために欲しいので、早めに攻撃力の位置上げたいですね。なので鼻7かな、上から順番に上がってった気がする。あわよくば速さも欲しいですけど、やっぱりその下まで行くとかなり鼻使っちゃうので、おいおいカンストさせたいんですけど、うん、まだ強くなりますよ、クロニエ。で、そろそろ終わりだったかなって、クーさんがいて、ここだ、コゲコさんまで。僕の、そう、冒頭の、なんて言ったらいいんだろう、オープニングの、あれを、イラストを書いていただけてる方ですね。うん、滑り込みセーフという感じですね。いやー、さすがです。左の光見るとやっぱもうね、わかりやすく上の方にがっつり固まってますもんね。下の方にの光が見えるんですけど。一応これ知り合いなので、切らないで撮っておきます。はい。というわけで、フレンドの皆様、以下27回到達おめでとうございます。はい、ここからは後付け実況でやっていきます。いやー、滑り込んだ感じがしますね。もうマイナス20食らってたらダメだったでしょうね。いや、これでもここ容赦ないな、はあ、はい、改めまして飛空女シーズン95お疲れ様でした。いやー、先週のね、例のアキさんの件のあの半べそ動画からもう1週間経ったんですね。早いな。で、何から喋ろうかな。とりあえず、だいぶ遅刻したんですけども、そう、クロニエさん1周年ってことで。ほぼ1ヶ月遅れてますからね。こんだけ使っといて、ほんと誕生日忘れるなんて、最低ですよ。まあ、一応アニバーサリーってことで、無理やり。とりあえず攻めはもう完全パーフェクトでいけましたね。毎戦毎戦エナジーもしっかり取れて、まあ中にはそう、伝承エーデルガルトメインで頑張った時もあるんですけど、まあ基本的にはそう、クロネさん主体でね、まず一人落として、そこからね、最高度かけてもう一人落とすとかね、回復の塔を壊しに行くとか、いろんな戦術とね、いろんなパートナーが生まれてね、この1年の中にもほんと凝縮してるんですけど、最初の数ヶ月ほんと最高度のみいてたら全部攻略できてたので、それを考えると、まあそう、待ち伏せ対策がされてきたというのもあるし、まあ、とりあえずインフレも進んできてるので、クロネージャーね、対応できないキャラも増えてきてるし、やっぱナギとかも怖いですしね。あれも、計算するのくっそめんどくさいですからね。バフ無効だから、で、さらにマイナスかかって、つって。純粋なダメージ計算もすっごい時間かかりますしね。とりあえずそうですね、僕の影響でクロニエ使ってみたいなと思ってくれて、今でも使ってる方もいっぱいいるだろうし、そう、何人か弟子もいますしね。負傷ながら、まあとりあえず今でもしっかりね、ビルディングも一切変えず、この螺旋クロニエが使えてるっていうことを証明できたんじゃないですかね。天理でもそう、螺旋クロニエさん使ってたんですけど、さすがに天理はいろいろ拠点が雷と壊されちゃったりとか、いろいろ具合が悪いことが多すぎて、とうとうブルイダさん主体となってしまったんですけど、とりあえず光闇では全然やってけそうですね。で、最近気づいた、そう、鼻の上限が増えてるってことで、それでもまだ強くなりますしね。ずっとそう、ストレスだったヒットポイント65っていう上限が1伸びるだけで、やっぱりレベル6拠点、ヒットポイント65以下の拠点も区切り抜けれるし、あとやっぱ攻撃力1ポイント伸びる分、また、
ね、待ち伏せの威力も上がるし、で速さも1ポイント上がることで先制の先制で追撃取れる範囲も広がるし、まあ、守備魔法はまあ、うん、二の次かな。あんまりそう耐久するってのもないので、基本的に待ち伏せで一発で決める戦い方ですしね、うん、でそれに加えてさらに個体値変更も来ましたしね。あれで何あげよっか若干迷ってるんですけども決めてありますね。それもまだアイテムまだもらえてないので、個体値変更できるアイテムまだですよね、うん、来たらそれもしっかり、うん、動画にしておきたいですね、その瞬間を。はい、で防衛の方に行きますか。いやー、やっぱり歩行ホイホイね、今今シーズン本当感動したんで、この最終のところに使ってるんですけど、何も変えてないですからね。拠点の配置はちょっとか、ちょっと触ったか。ちゃんと強いんだ。ね、やっぱちゃんと信じないとダメですね。で、これをさらに強くしていくとしたら、またいろいろ羽的な投資がいるんですけど、どこまで通用するのか。にしても、総選挙系の連戦も来ましたよね。あれのね、ヘクトルがスーパー強いとかって話ですけど、どうなっていくんかな。僕も1体持ってるんですけど、どっちで使っていこうか今迷ってますね。はい、というわけでまた来シーズンも頑張っていきます。したら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。